人を守りたいなら、せめて鎧は整えなきゃね。どれを整えるのさ。渾身の出来だよ。大事にしな。よく合ってるじゃないか。この首で試し切りしてみるか。さて仕事だ。弓を見せてごらん。強くしてやる。矢はまっすぐ飛ばしな。まるで天蔵は？崖だよ。大事な話をしてる。Thank you.
かってこい。ゾクタクを野心虫けらみたいな連中だったが、嘘ばかり言いやがって。決して嘘は言わない。いつまで待たせる気だ。駅ある話を聞き出せたかもしれん。あまりせいて殺すな。十分聞いた。嘘ばかりとは何を聞いた。気にすんな。それより補給船だ。船はひそやかに奪うと仲間に伝えろ。損傷した船では戦船に近づく前に偽り者だと見破られる。おい、そう怖い顔すんな。傷一つつけずに乗っ取ってやるよ。少し休め。船が来るまでな。
たぞ。まず小舟を奪い、それから補給船を借りよう。霧も味方になる。姿を見られることもなくなるだろう。出立だ。そろそろ毒は消えたか。触りにはならんぞ。それを知りたいのか。違う、幻を見ると言ったな。忘れたい過去のな。返り血で自慢の袴が汚れたとか。それも忘れたいなあ。お侍様、あんたにとって一番悪しきことは何だった。共に戦場に立った父上の死。すまねえ。お主が知る由もないことだ。いつも通りだ。チャッと殺せ。猛虎に生き流の挨拶をしてやろう。急げ、気づかれてしまうぞ。
げ、気づかれてしまうぞ。霧が晴れたら俺たちだと悟られる。大筒だ！隠れろ！どこかに身を隠せ！下がれ！ならん！俺が兵器を破壊してこよう。コッパにされるだけだぞ。行ってこい。侍の力量を見せてみろ。てめえら逃げろ。頭を上げるな。正体は知られておる。海賊の罠に飛び込むか。幻め。己が死んだ時、海賊は父を殺す前に発した言葉を告げるだろうか。何であったかの。知っておるだろう。忘れたか。お前は死ぬのが主上のためだ。黙れ。者どもに手を貸すとはな。父を救えなかったのは弱さゆえか。俺の咎ではない。て
온도라. 随分と遅いから死んだかと思った。休ませてやろうと思っただけだ。お優しいね。何を言いたい。仲間になったのかと思ったが、切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてくれ。では後ほど話そう。行く手は猛虎の戦船。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。空の船ならそりゃ怪しまれないよな。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つぞ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ戦船は木図になるか。口だけじゃないといいがな。思ったよりでかいな。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て。かかれ。猛虎兵は海に叩き落としてやれ。
休むぞ。 そしていつかこの因果を断つ。 よくやったな。負荷も喜ぶことだろう。いや、俺たち生き顔を剥がされる。どういうことだ。知りたいか。堺人、この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなして、あんたを殴り殺しに来るぞ。やってみろ。俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い。 我らが手を結べば大敵となる。共討ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた？拷問した猛虎兵か。すべて大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに。俺はここで育った。ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。 妻を笑わかそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁が昔な、腹のこと信じまって深と一緒に埋めた。ここは故郷、こいつらは家族だ。だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたら、きっと誰も許しちゃくれない。 切られて、仮の飯になる。秘密にすればよい。我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛手。手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから深に会ってくる。後で寄れ、きっと礼を言いたいはずだからな。 どうであろうな。ぬかるなよ。口を滑らすな。あんたも槍川の陣。<音声>